You're currently watching Duckman Yoshi TV.レイカーズ第2のポイントガードはデュレック・ローズ。 What's going on guys? ダンクマンヨシです。はい、ということで皆様ご存知の通り僕はレイカーズファンなんですけど、まあ、特に今日テーマは決まってないんですけど、まあ、レイカーズについて、まあ、語っていこうかという、まあ、ここ最近のレイカーズの噂や、まあ、プレーについて話していこうかと、そういった感じの企画になります。今ねこの動画撮ってるのがアメリカ時間で月曜日なんですけど、昨日ねレイカーズとピストンズがちょうど試合やったんですよ。まずこの試合について少し、まあ、相手チームには自分が大好きなデレック・ローズもいたんで、まあ、とても楽しい試合だったんですけど、まあ、目立ったのはレイカーズが全体で20ブロックと、まあ、いわゆるブロックパーティーだったということで、その中でも際立ったのがアンソニー・デイビスの8ブロックと、ジャベオ・マギーの6ブロックね、でドワイト・ハワードの5ブロック、まあ、アンソニー・デイビスの8もすごいんですけど、そのジャベオ・マギーが6ブロックもしたっていうことで NBA が試合の後に抜き打ちで薬物検査をジャベオ・マギーに行ったらしいです。それぐらい彼らのプレーは神がかっていたと、まあ、6ブロックですらなかなかないですもんね。こんだけブロックが上手いチームが3人揃ってるって他にありますかね。まさしくブロック最強のビッグ3、アンソニー・デイビス、ジャベル・マギー、ドワイト・ハワード、もうこの辺のディフェンスに関してはレイカーズは心配ないですよね。あとはレブロン・ジェームスがトリプルダブル取りましたね。21得点11アシスト14リバウンド。自分正直シーズンが始まった頃はレブロン・ジェームスのこのアシストのペースはいずれ落ちてくるかなと思ったんですけど、落ちないですね。このままアシスト王も彼で決まりなんじゃないかと思ってます。あとやっぱり気になったのは我らがディーローズの大活躍ですよね。まあ、相変わらずベンチ出場だったんですけど、まあ、28分間と少ない出場時間で28得点5アシストと、まあ、終盤も大事なところで3ポイント決めてて、まあ、応援していたのはレイカーズですけど、まあ、彼の活躍もすごく嬉しかったです。まあ、レイカーズね昨日の試合とか見てると、まあ、好調に見えるんですが、まあ、全体で見るとセカンドユニットが相変わらずちょっと、セカンドユニットって第2部隊ね、スタメンの後に出てくる部隊がちょっとまだ役不足かなっていう感じですよね。でここでカエル・クズマ、まあ、最近4試合 8.3 得点で FG のパーセントが 27%、 スリーポイントのパーセントも 26%、 リバウンドも 3.8。 いやー物足りないですね。アンソニー・デイビス、レブロン・ジェームスに次ぐビッグ3と言われてた割にはちょっと物足りない数字ですよね。しかもここに来て彼をトレードするっていう話も出てきてるみたいです。まあ、当初はそのレイカーズはそのクズマが欲しいって他のチームが言ってきてもその内容すら聞かなかったらしいんですけど、ただ最近は内容だけに関しては聞いてやるよと、そういったスタンスに変わってるらしいです。ただね僕は彼をトレードするのはレイカーズにとってはちょっとややこしいんじゃないかと思ってます。っていうのは彼年俸がねだいたい2億とか3億とかもうそんな感じですごく少ないんですよ、 NBA 選手にしたら。まあ、まだ若手なんでね。でなんかねトレードのルールがあってちょっと細かいルールなんであんまり覚えてないんですけど、その年俸であんまり釣り合ってないとトレードができないらしいんですよ。だからめちゃくちゃいい選手とかも何十億とかもらってるわけじゃないですか。まあ、そういった選手が欲しいとなると、まあ、クズマプラス他で誰かつけなきゃいけないと。そしたら KCP なんてどうかなって話になるんですけど、なんか彼も契約上今回は難しいらしいです。でなんか今噂じゃキングスのボグダン選手とトレードの話が進んでると。でこのボグダン選手の年俸が自分まだよく把握してないんで何とも言えないんですけど、もし安かったらできますよね。でももし彼の年俸が高かったらクズマに誰かつけなきゃいけないと。ただ僕的な意見としてはクズマ選手はただ今ちょっと調子が悪いだけかもしれないんで、根気強く待ってみて、しかもまだ若いからこれからどんどん成長していくってことも考えられるので、しかもねあのアンソニー・デイビスのトレードであんだけ出しちゃったから、もうトレードするにもね駒がないですよね。まあ、アンソニー・デイビスの獲得を決めた時点で今シーズントレードは難しくなるってことは確保しなければいけなかったことですよね。今現にかなり難しい状況ですけど、まあ、そのレイカーズがトレードを実行するためには、まあ多分レイカーズも話を聞いてるだけで、まあ、クズマ選手出すことはないと思うんですけどね。皆さんどう思いますか？チーム自体もクリスマスのゲームでクリッパーズに負けてから5連勝中なんで、まあまあそんなに焦るような状況でもないと思いますけど、あ、そうそう、それと第2のポイントガードを探してるっていう点においてね、その先ほども言ったように第2部隊が弱いっていうもう一つの理由はロンド選手がね思った以上に活躍できてない感じなんで、こういうデータもあります。まあその全体的なオフェンスとディフェンスとしてはまあプラス1と、でその下ねレブロン・ジェームスがコートにいるときはプラス 8.8 まで跳ね上がると。ただレブロン・ジェームスがコートにいなくなるとこの数字がマイナス 7.3 まで落ち込むと。今のレイカーズの問題はレブロン・ジェームスがいない時のレイカーズ、まあ、第2のポイントガードが欲しいと。今候補に上がってるのが
昨シーズン引退したダーリン・クリンソン選手が復帰したいと、まあ、そういった話をしてるそうなんで、まあ、彼が1人目の候補ね。で、2人目が DJ オーガスティン、まあ、彼もいいポイントガードですよね。で、3人目がデュレック・ローズ、まあ、一人一人見ていくと、ダーリン・クリンソンはすごく外のシュートが上手いイメージで、経験もあってなんかロンドよりはいい活躍をしてくれそうですよね。ただクリッパーズも彼を狙ってるようで、ここクリッパーズに取られちゃうとレイカーズは痛いですよね。まあ第2の舞台がレベルアップできないプラス相手の第2舞台がレベルアップしちゃうんで、今のところクリッパーズとは相性悪いですからね。で、 DJ オーガスティン、まあ、彼も好きな選手です。彼もシュートが上手くて堅実なポイントガードというイメージです。ただ彼ら2人以上にディレック・ローズ、まあ、昨日も大活躍しましたし、まあ、個人的には一番好きな選手なんで、彼が入ってくれたらまあ嬉しいですよね。自分のファンチームに一番好きな選手が入る、もう最高のシナリオですよね。 100% ジャージ買えますよね。ただ現実的な話をすると、一番入れたらいいのはダリン・コリンソンなんでしょうけど、皆さんはこの辺どう思いますか？あとイグダーラの件もありますしね。なんかトレードの話が進んでるっていうニュースはちょこちょこ見るんですけど、ただレイカーズが彼をトレードで獲得できるっていう可能性はほぼほぼないらしくて、でもバイアウトになった場合はイグダーラはレイカーズに入りたいと言ってるそうです。まあレイカーズとしてはね、まあ、僕としても早くトレードの期日になって、はいイグダーラバイアウトってなって、まあ、それが最高のシナリオですよね。まあ、クリッパーズも逆にクリスマス以降調子が悪いですよね。ディフェンスのエフィシエンシーっていうの、これは100回の攻撃ごとのポイントになるんですけど、これも NBA 全体で26位、相手に許している得点も NBA 全体で28位、スティール21位、ブロック22位、この期間一応勝ち越してるんですけど3勝2敗、まあ、優勝候補としては物足りない数字だと。アンソニー・デイビスとレブロン・ジェームスはもう誰が見ても、多分素人が見ても、まあ、NBA 全然見てないよって人が見ても、あこの2人息合ってるねっていうの分かると思うんですけど、そのくらいにあの2人はだんだん良くなってきてる。なんかポール・ジョージとカワイ・レナードはまだちょっとたまにお互いなんか遠慮し合ってやってるみたいなのもなんか自分は感じます。まだ2人揃っての練習は1回もやってないそうです、現時点までね。その練習を意図的にやらしてないのかよくわからないんですけど、この前グリズリーズにもなんか20点差ぐらいで負けましたよね。で昨日もニックスには勝ったんですけど、そのニックス相手にも130点ぐらいスコアされて、ちょっと最近ディフェンス大丈夫かなって感じはしますよね。とまあまあクリッパーズのことも少し話しましたけど、レイカーズは今こんな感じで、第2のポイントガード誰を取るのか、そこがちょっと楽しみですよね。皆さんは最近のレイカーズについてどう思いますか？もしくは第2のポイントガードで誰が入ったらいいと思いますか？ぜひぜひコメントしてください。はい、こっからは NBA ニュースです。ロサンゼルスレイカーズとサクラメントキングスがボグダン選手とクズマ選手のトレードを検討していたそうですが、キングスの方がボグダン選手を出す可能性は今のところかなり低いそうです。レイカーズがクズマ選手をトレードする場合は、複数のファーストラウンドのドラフト指名権が見返りで欲しいそうです。現状ではクズマ選手をトレードするっていう話はほとんど進んでいないそうです。レブロン・ジェームスがウエストの週間最優秀選手に選ばれました。バックスのヤニス・アデトクンボ選手がイーストの週間最優秀選手に選ばれました。今年の NBA のスラムダンクコンテストの出場者が発表されました。まず1人目がレイカーズのドワイト・ハワード選手、2人目がマイアミ・ヒートのデュレック・ジョーンズ・ジュニア選手で、この2人は確定なんですけど、あとの2人、グリズリーズのジャ・モーラント選手、シカゴ・ブルーズのザック・ラビーン選手、この2人に関しては出るか出ないかまだ決めかねてるとのことです。個人的には4人とも好きなダンカーなんでとても嬉しいんですけど、まあ、少なくともザック・ラビーンには出てほしいですよね。まあ、この4人のダンカーについてもいずれ特集で動画を作りたいと思ってます。デトロイトピストンズはブレイク・グリフィンの膝を手術するか否かで現在決めかねているそうです。もし手術をした場合は今シーズンはもう試合に出れないそうです。ホークスのエヴァン・ターナー選手はバイアウトする気はなく、ホークスに残りたいとのことです。ロサンゼルス・レイカーズのドワイト・ハワード選手の契約が本日をもって保証された契約へと変更されるそうです。ペリカンズのザイオン・ウィレムソン選手は本日から5対5の練習を始めていくとのことです。ワシントン・ウィザーズのバルタン選手に対して、レイカーズ、ナゲッツ、セルティックス、ホークス、セブンティシクサーズが興味を持ってるとのことです。キャブズのケビン・ポーター選手が膝を負傷したため2週間ほど試合に出れないそうです。ゴールデン・ステート・ウォリアーズはマーキス・クリス選手をウェーブしました。その空いたロスタースポットを埋めるためにデミオン・リー選手と契約したそうです。ここに来てレイカーズもニックスのマーカス・モリス選手の獲得を検討しているとのことです。